すみません、ちょっと失礼します。すご腕バーテンダーレイジンこと深見さんと S級ホテルマン怪人長谷さん、ここはお前のステージか。当然でしょう。ここは格式あるホテルのバーラウンジだ。その色気慎んでくれ。はいはい。おい、仰せの通りに。ちょっと何のつもりだ。女性スタッフへのモチベアップ。サービスサービス。なんで話してるんだろう。いい加減にしてくれ。相変わらず人気者だね。俺の刑はバレたら困るんじゃないの。やめろ、殴るぞ。そら再び妄想が生まれる日々が来たよねー。こんなところにいたんですか。こっち見た。長谷さん、彼は誰もが羨むような大人の男性。あの方と同棲しているのはもちろん秘密だったのですが。長谷さん。誰？あんた。突然この方が現れたんです。こいつは深見優。同い年で高校時代からつるんでる。時々この家にフラッと来てんだが。明日からまた同僚でもある。なんだ、戻ったのか。まあね。だからしばらくまた厄介になるわ。おい、何か羽織れ。しょうがねえな。長谷さんの長年のお友達なんですね。友達？そんな無粋な表現はやめろ。なあけ。そういうわけだから邪魔な家政婦風情はとっとと帰れ。いい加減にしろ。なんだよ、ベッドを共にしたくせに。してない。お前が勝手に入ってきたんだろ。そうだっけ。それとまず訂正しろ。彼女は恋人だ。